地球の大気循環のモデルハドレー循環とは、赤道付近で上昇した空気が南北に分かれ、緯度30度付近で下降し低空を赤道付近に戻る循環のこと。1735年にジョージハドレーは、偏西風と貿易風の原因として、赤道付近で温められた空気は密度が低くなって上昇し、上空を両極に向かって移動し、 冷却され密度が高くなって加工し、地表付近を通って赤道に戻るという循環を提案した。地球時点による地表の移動速度の影響により、赤道から極へ向かう空気は、地表から見ると西風となり、極から赤道へ向かう空気は、東風となる。実際の空気の流れを観測してみると、赤道付近で空気は確かに上昇しているが、この空気は、 緯度30度付近で加工してしまう。ただしその循環の気候は、ハドレーの提案したものと合致している。現在では、赤道周辺を起点とし、低緯度地域を回る循環のみが、ハドレー循環と呼ばれている。ハドレー循環では、上空では、低緯度・高緯度方向に、地球自転速度を加味した向きに流れる。地表近くでは、上空とは逆に流れる。貿易風と呼ばれる。 赤道付近には常に強い上昇気流が存在し、これは地表近くで見ると低圧部でありうが多い。緯度30度付近で下降する。これは熱帯高圧帯と呼ばれ、熱帯を取り巻く低中緯度地域の乾燥気候の主要原因となる。ハドレー循環と同様の気候により、やや弱いながらも緯度60度付近で上昇して、極周辺で下降する循環が存在する。 これを極循環という、ありがとうございます。